こんばんは、伊豆木恵です。ここ何日かは小松和彦著、異界と日本人を読みながら語ってきましたけれども、読了いたしましたので、思ったところを述べようかなと。この本は、異界とこちらの世に住む人との関係、その心のありようなんかを教えてくれました 意外とこちらの世界に住む人の関係というのは、えー、好奇心や未知なものへのへ、えー、恐怖を鎮めることがままずあります自然への好奇心海の底はどうなっているのだろうそういう好奇心が竜宮城を生み出して山の向こうには誰か住んでいるのだろうか。 そういう興味は主天帝の住む山をこしらえたりします。人の心のありようは、例えば王政の維持を望む。その心が九尾、えー、の狐を滅するそういう物語を、えー、望み作るわけです。その玉藻、えー、の前が住む異界を作るわけですね。 まあ、そしてその後、異界の場が近づいて、えー、こちらに近づくこちらの世と近づくそれにつれて異界に住む者も変化してきます。道具の妖怪つくもおがそれですがそしてさらに異界の、えー、異界が死の国という。 その側面に、えー、強い興味を抱いて幽霊やお化けが多く現れることになりますそしてその後近代になって、えー、西洋の論理的思考、科学的思考が大きな力を持って異界はどんどん小さく、えー、力を失っていって 一度は消えたかに見えるんですけれども、えー、人の世とか人の心というのは全てが、えー、論理で語れたり科学で割り切れたりするものではありません割り切れずに残ったものが行き場所なくさまよい、えー、住むのが異界である。 とそうまあそういったことをこの本は書い,書いてありますですので形を変えて、えー、異界とか妖怪そういったものは必ずよみがえります近現代になってえー 宮沢賢治は美しくて悲しい異界をたくさん紡ぎ出しましたし泉鏡花はお化けをそこかしこに登場させました現代本当にもうここ何十年かでも40年ほど前に「口裂け女」というのがとても流行ったというか、えー、まあ子どもたちを恐怖に震わせました。 私もその一人なんですけれども小学校低学年でしたけれども一人で夕方なんか歩くのは本当に怖かったですね。ああいうのはやはりあの人の心の社会の心の割り切れなかったものそういったものが生み出したものだと思います。 これは私の考えなんですけれども異界とか読みの国というのは命のもとが集まった世界であって命になりきれない心や思いが集まる世界だとも思っています。仏教でいう荒屋敷にもつながっているんではないのかなと思って思っていて。 異界からこちらに迷い込んだものが妖怪であり、お化けであり、神々だと思っています。泉教科は折口忍にこう言ったそうです。私は恨みも何も持っていないお化け、ただそこにいるお化け、そんなものを書いてみたいと。それはつまり、命の元、心の元のことではないでしょうか。とてもいい本でした。 皆様も機会があればぜひご一読をご清聴ありがとうございました。